ライライチチュッと萌ちゃんです。はい、というわけで今回はみんなお家でポケ活してますか？ポケモン生活、ポケモンに触れて生活をしていることがすごく多いんですが、お家にいる時間、こんな過ごし方をするとポケモンとね、一緒に楽しく過ごせるよというのを3人で紹介していきたいと思います。それじゃあね、たっくんとときちゃんが早速準備してくれてると思うので、2人のおすすめのポケモンの生活を覗いてみましょう。デデンデデン、覗いてみましょう。はい、というわけでね、やっぱりポケ活と言ったらやっぱ僕はこれなんですよ。ポケットモンスターシールドでございます。というわけで、シュートシティにね、こちらバトルタワーっていうところがあるんですけど、自分のポケモンバトルのね、実力のランク付けができるんですけど、僕先日スタッフ王さんとポケモンの話をしてて、バトルタワーいいよっていうね、話を王さんから聞いたんで、ちょっとやり始めようかなと思って、まさに今日バトルタワー進めていきたいと思います。エースバーン、ラプラス、シャンデラ、エレザード、ルンパッパのキュウイ、アーマーガ。ポケモントレーナーとね、ポケモンバトルするのもやっぱりポケモンの楽しみの一つなんで、やっぱこれはいいよねって感じです。岩パレスか。でもアイアンヘッドが鋼タイプ効果抜群だから、アイアンヘッドしときましょう。うわ、削れないな、硬いな。うわ、ステルスロック巻かれた。あれとか言ってさ、すごいなんかおとぼけた感じだけどさ、この子さ、すげえ戦い方分かってたよね。いや、僕も見習わなきゃいけないな、これはな。まあそんなこんなでね、バトルタワーやってて、時間もいい感じになりましたんでね、今日日曜日でございます。アニポケの方が始まりますので、はい、アニポケをね、ちょっと見たいと思います。アニポケは毎週欠かさず見てるんで、僕のおすすめのポケ活でございます。僕はですね、毎回アニポケを見るときは、このように携帯のメモ帳にですね、その話の僕的にね、すごいね、こう響いた部分というか、すごい良かったなって思った部分をこうメモしながら見てます。大体ね、日曜日のね、夕方ってなると、その翌日がね、仕事だったりとかね、するんで、ちょっとね、まだお休みが良かったなとかってね、こう思ったりするんですけど、アニポケを見るとね、なんかもう明日からも頑張ろうって思いますね。僕のお仕事はやっぱポケルン TV で動画を撮ってみんなにお届けするっていうお仕事じゃないですか。あ、ちょっと待って、今いいとこ、もうね、夕飯も食べ終わって、あとはお風呂に入ってという、感じなんですけれども、一旦やらなきゃいけないことがありまして、っていうのも僕らね、ポケルン TV の、企画をね、出さなきゃいけないので、その企画をね、探します。で、僕はまず企画を決めるときに一番最初にやるのが、こうね、ポケモンをじっくり見るんですよ、僕は。例えばこの名探偵ピカチュウのこのフィギュア、アミーボのフィギュアを見て、新しい脱出とかの企画を生み出したりとかもね、できるんですよ。なんか思い浮かぶといいなぁ。というわけで、最後に、1日の終わりということで、僕はね、僕の最後のポケ活はこのポケモンたちと一緒に寝ることでございます。こうですね、でこうやって、で、まあ、お布団をこうやってかけて寝てます。以上、たっくんのポケ活紹介でございました。では、ときちゃん、萌ちゃんがどんな風にポケ活してるのか楽しみでございますね。おやすみなさい。はい、ということで、私です。私のおすすめのポケモン生活はやっぱりポケモンカードですね。ポケカのデッキの構築をしてるんですかね。悪タイプですね、今回は。今度はですね、これコイントスの練習してますね。あー、裏だ、裏だった。ちょっともう一回挑戦してもらいましょう。さあ、どうだ、表だー、やったー。私は王さんとは違うぞって言ってますね。王さんのコインは裏しか出ないけど、私は表しか出ませんって言ってますね。じゃじゃーん。なので今回は爆炎ウォーカー開封していきたいと思います。まだね、ポケルンではね、爆炎ウォーカーのね、開封はしていなかったので、ちょっと今回、開封したいなと思います。はい、ではまずは、1パック目。ヨアシ、ヨギラス、ご機嫌ヨギラスですね。ココドラ、わー、バタフリーの VMAX です。嬉しい、1パック目から、まさかですね。アギルダー。続いて、2パック目。ティンバス。なんか、
この品場所めっちゃ遠ない？カブルモ、青ガラス、シュバルゴ、アマージョ。この品場所がね、ほんと遠くて可愛いね。それでは最後の3パック目。おー、ヤバチャ出てる。ヤバチャ、甘カジ、メラルバ、グソクムシャ、カブさん。ちょっと待って、ちょっと待って。カブさん出ました。やばくない？あまりの嬉しさに驚きを隠せないようですね。はい、素晴らしい結果になりました。以上がね、私のおすすめのポケモン生活ですね。あれ？あ！そうだそうだ！違うんですよ。私がおすすめしたいのは次なんですよ。それがこちら！なんと、ポケカお絵かきでーす！はい。ということで、私が本当におすすめしたいポケモン生活は、ポケカ開封お絵かきなんですね。これはもうバタフリー書くしかないでしょ。ということで、今回は1パック目に開封したこちらをお絵かきしていきたいと思います。なんかね、その開封の楽しみももちろんあるんだけど、そのね、ランダム性というか、こう自分が引いたカードのポケモンを書くっていうのがね、なんかこういいんですよね、ポケカ開封お絵かきの。で、今回もね、バッチリストーリー考えてますよ。ということで、ちょっと画角を変えてみました。こう徐々にね、早送りだとイラストがこう完成していく様子が見えますね。自分もね、描いてる時はさ、あんまり意識しないけど、早送りになると、意外とこう、絵が完成していく様子って面白いんだなって思いますね。はい、ということで改めてね、こう開封した結果を皆さんにお見せしてます。この5匹が一体どのようなイラストになったんでしょうか。お見せちゃうよ。こんな感じになりました。今回のね、イラストのストーリーはですね、やっぱりこのバタフリーの巨大マックスのダーンっていう姿をね、みんなでこう見上げている様子ですね。かなりね、いい感じになったんじゃないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。私のおすすめしたいポケモン生活はポケカ開封お絵かきです。みんなもポケカを開封するだけじゃなくて、ぜひ一緒に真似してお絵かきもしてみてね。はい、というわけで今回はポケモンのね、生活おすすめを紹介していきます。使うのはこちら、パソコンです。こちらのお気に入りのリザードンのぬいぐるみ置きます。そしてこちらの小麦置きます。置きましたらは何をするのかと言いますと、こうストレッチをしながら YouTube を自分のお気に入りのぬいぐるみと一緒に見ることです。こう、凝っていることが多いので、YouTube を見ながらストレッチをすることが多いんですが、普通にね、お菓子を食べながら YouTube を見たりとか、もうなんだろう、寝る前の楽しみとして寝っ転がってね、YouTube を見たりとかも多いんですが、もう暇な時間にこうストレッチをしながら YouTube を見ることはね、かなりハマってますね。今日はね、靴下もリザードンにして気合を入れてますよ。でね、このストレッチをしながらやるのにはハマっているんですが、やっぱり YouTube を見るときはのんびり見たいなって時は、こういう風にね、クッションを用意して寝っ転がって動画を見ます。この子、巨大マックスのリザードンなんですけれども、最近うちに届きました。この子ね、抱き心地がね、かなりいいんですよ。かなり良い。もうこれぞポケモン生活というあれなんですけれども、ぬいぐるみで遊んじゃうことが多いです。もう今もね、 YouTube を見ながら YouTube に集中しているはずなんですが、あの小麦をね、こう抱っこさせてしまうというね。見てこの素晴らしいリザードをという顔でした。今のは眠たくなっちゃったみたいですね。眠たくなっちゃいましたって顔してますね。はい。私は動画を見てると眠たくなってしまうことがあります。そんな時はこちら。このクッションの上に、こちら。寝っ転がります。はい。寝っ転がりました。寝っ転がったぞーと。寝っ転がった後は、ぬいぐるみを抱きかかえますと。はい。抱きかかえました。
増えました仲間が。ストレッチをしな、する、しな、しなーい。そうですね、私はお昼寝がとても好きなのでお昼寝をするようです。おやすみなさい。以上、ポケモン生活でした。私のおすすめの過ごし方は YouTube をポケモンと見ること、そしてお昼寝です。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はね、3人のルーティーンではなく皆さんにおすすめのポケモン生活をご紹介させていただきました。普段すごいいっぱいやるよっていうよりかは、ポケモンと一緒に過ごすときはこんな感じかなっていうのをみんながねそれぞれおすすめしてますので、ぜひ皆さんもね、お休みの日とかね、お家にいる時間が長いときはこれを真似してみてください。とっても楽しく過ごせます。はい、というわけで今回の動画は、私もやってみたいな、やってみようかなと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。 Ugh.